さあ、皆の者、名古屋周辺を参った。多くの者たちが訪れておるわな。今日は雨が降っておるがゆえに、本来であればあの辺りに豊臣秀吉殿の看板が出ておるはずなんじゃな。だが先ほどこの裏から見てみたるは、秀吉殿がこの扇を2つ抱えて、本日は雨やっとられるで。そうじゃ。ちょうど秀吉殿はあちら方、扇を2つ、もしこのように左構えでいたしたら、もう完全にご本人だね。わしのはどこにあるんじゃろうな。最近見んでな。前田刑事はよくそこにおるぞ。加藤清正は内縁におるしな。主たちも名古屋城へお参ったな。いつこから参ったのじゃ。大岡、上州からよう来た。康介の国のどこじゃ。前橋か、大きな町じゃな。近年では聞くところによると、最速の鉄かごの駅ができたあたりから高崎に随分と迫られとるらしい。さりながら前橋がな、長きにわたるこの光介の国を支えし大きな町だでな。生まれはどこじゃ。生まれも前橋。後ろの主もそうか。生まれは秋田。秋田。そうじゃろうと思った。大体の光介の国の女子はな、おの子よりも一歩前に出る癖があるんだ。ちょうどその構図になっとる。反して秋田の者たちは奥ゆかしいものが多い。実際に一歩前出とるもの、女子の方が。そうか、よう来てくれた。から風で有名だでな。大きな声も出よう。また上州から参りし者たち。上州からよう来た。前橋からよう来てくれたと。欅ウォークに行ったぞ。違うか。行ったよな、一緒に。それはもう聞いたか。まだ聞いてない。なぜ言わないんだ。この上州の話ばかりではなく、実は後ろ手におる。秋田から参りし者。秋田にも行ったぞ、わし。大宇の力。よう来てくれた。あれどっちだ。秋田空港に実は我ら行ったことがあって、なぜかというと、セントレアという空港があるじゃろ。あそこの直通便が秋田空港はつながっておって、そこにこの原寸大の金シャチを持ってったんじゃ、秋田空港へ。でそれはなぜかというと、名古屋城の宣伝をするために我らが。故につい最近もこの家康殿が今一度出発式というものをいたし、その名古屋市役所でな、つい先日ぐらいか、先週ぐらいに大分に今度は運んで、いろんなところに持ってったの。それは見たか。見ていない、その時は。そうかそうか。またぜひたくさん遊びに来てちょう、名古屋に。ありがとうござる。あとこんにゃくもうまかったぞ。ありがとうござった。お、早い。三平が帰ってきた。我が忍びは疾風がごとく。我が忍びは疾風がごとく。家康殿なの。さよ、わしの家臣であり、前田家の家臣であり、古軍奮闘。確かにいつもとは違うな。さよ、秀吉殿の仲間は我が母上、お代の方の。いやいや、あんなのあかんて。やめてください。中殿の悪口をわしが言うようなものです。ああ、確かに。それはなんだ。まあ、大満所殿。大満所殿ね。お代の方というのは家康の母上じゃないですか。あり。
すごいな、天下人の母上っていうのは強いな。両方、まあ、いやいや、もう繊細で、繊細か弱い姫ですよ。いや声も小さいし、全然何言うとんの。会った瞬間、人見知りで言葉も発することがかなわん。真逆真逆。お主の母上は我らが大切にしとる遊戯のこの押すとピンポンと鳴る機械、うん、壊そうとしてる。あれをもう触っとるのかどうかもわからんぐらいの優しい触れ方。違うぞ、本当に息の根を止めるがことだ。そんなに戦うでいいですぞって言ってももうバン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 。大体お題の方はもう題ではなくもうお嬢の方ぐらい、ね、いやいやでもおしとやかな、もともとは姫で、もともとは今は成長して剣母そのもの。いや、そんなことは似合う。本当はわし初めて女性を叩こうとしたのは見てください。もう秀吉との、いや、それぐらいひどかった。もういや、お題の方一回でいいです、一回でいいで、もう柔らかく押せば鳴るのでやめてくだされって、ね、5回ぐらい。その説は大変申し訳ございませんでしたな、ね、秀吉殿。初めて。これに関してはもう何も言うことがござらん。秀吉殿の申される通り。よかった。もうよかった。あれがいい。まあいい母上じゃん。さよ。ゆえにそんな母上が秀吉殿の味方。わかった。でもお主の母上を味方につけたらもう最強だよ。秀吉殿と我が母上。だろ、まあ、徳川家康と服部半蔵、まあ、前田利家殿、前田慶次と凛太郎、秀吉殿とお題の方。どういう組み合わせじゃん。たまらんわ、そんな組み合わせ。何だろう、今何か言いました。天下人と天下人の母。はぁパーンじゃん。そこ、コトンパーン。そんなことない。はぁわしが、いや、本当お題の方は強い、本当に強いと思うぞ。敵に回したらいかん姫の一人じゃ。故にまあぜひ興味のあるものは会ってみるといいぞ。愛知戦国姫隊プリンセスオブジャパンだったかな。プリンセスサムライオブジャパン、プリンセスサムライオブジャパンということで、うん、やられるかと思った。リントロは危ないですね。まあ、本当に不思議と竹の家臣って魅力的に見えるね。それは以前から申されております。まことに我が家臣は当たり前なんだが、竹の家臣もものすごく魅力的に見えるで。三平どうじゃ。はっ。ただ取り込み君には今回いえ、行きません。おお、硬いな。硬いな、崩せんわ。お題の方はすぐ参ります。いらない。あの船はもうわしにとっては好奇すぎて、ちょっと手に負えぬところがいろいろな、いろんな意味で。凛太郎は成長日記に来るか考えておきます。凛太郎は我が徳川家に参るか考えておきますよ。偉いな。じゃあしかと考える。大阪に行くと考えておくということは断っとるという意味なんだが、この尾張の国ではそういう文化はないのかな。さりながら面と向かい断ることは相許されん者たちが、あ、まあ手前は整いつつも断るというのは同じだ。同じか。そうか。わしは今断ってると。おそらくわしも。そうじゃない。わしはあの者は。いや、ダメか。危ない。この家康殿。国家転覆を狙う。国家転覆。おお、では戦じゃな、前田。知らん間にわしに戦を仕掛ける。なるほど。前田家とは良き関係であるから。凛太郎だけか。三平。ゆうちゃみ君、今回。いえ、行きません。これは断られてもはっきりと。なるほど、揺るがるな。はっきりと。お前でも、あれじゃよ、睡蓮が、睡蓮わしのことを出魂なんて間違えてる。それはただの間違いだ。そう
半蔵もたまにこっち側に来てるけど大丈夫か。それは秀吉殿が我が半蔵のこと好きすぎる。そうじゃないよ、ね、そう見えるだけです。あ、そうなの。半蔵はあらゆるものに愛されし、物の符、そして忍びで。なるほどね。いい歌詞持ってるね。まあ、うちにもいい歌詞があるよ。森本義太夫。あ、その上、飛びすぎじゃない、その上じゃなくて。森本義太夫をまとめの、まあ、いわば同僚じゃない。同じ七本屋に。石田三成。ああ、それは宿敵になるな。加藤義明。正解、もうそれでいいわ。加藤義明。なあ、これわしの自慢の家臣じゃ。なあ、七ヶ岳の七本槍で、ものすごく活躍した武将でござるで、よかったらな、松山城というとても綺麗な山城を築いた愛媛の松山というところ、加藤義明。またの義明、ぜひ見に行ってみてちょ。それでは、こたびはありがとうさんじゃった。またお、さらばじゃー。ありがとうございました。ありがとうございました。